すみません。じゃあよろしくお願いします。お願いします。渡辺さんお酒飲まんのですよね。まあ、基本的に基本的に飲まない。はい、でもね、でも飲むんだったら何飲みます？ビールも。ビールも飲まない。甘いのいっちゃいます、ね。ああ、甘いの飲みます、はい、で、日本酒って甘いんですけど、実は、はい。日本酒ってなんか辛口ってイメージがものすごいあるんですけど。はい、まあ、これ全部日本酒なんですけど、はい、なんか昔ってこう、はい、こう昔ながらのこういう、そう、ね、そう、すごいそう、文字だけ書いて、純米吟醸、なんちゃらかんちゃらって書いて、まあちょっと、初めての人にはちょっとわからんような感じ。はい、なんか最近だったら、こういう、ちょっとポップな感じのタイプ。これめっちゃ可愛いんですけど、これサングローっていう日本酒で、これちょっとなんかレモンっぽい感じ。今ってこう、いろんなこう技術があるんで、なんかそれを駆使して、なんかこの初心者でもすごい飲みやすいように、こう日本酒でできてて、ラベルのパッと見れなんかこれ良さそうやなっていうやつありますよ。これね、この辺ね。なんかこの辺はめっちゃ甘くてフルーティーなタイプで W っていうお酒ね。なんかどっちかっていうとこう海外のところも意識したりとか、なんかちょっとシャンパンっぽい。感じで、だからこういうのはすごく飲みやすいし、なんか日本酒ってこうおチョコで飲むなんかイメージがあると思うんですけど、これはなんかワイングラスで飲んだらめっちゃ美味しいみたいな感じで、すごく香りが立ってなんかリンゴを味がしたりとかするのもあるし、これ徳島の三好菊さんって言って池田のお酒なんですけど、こういうとこだったらもうオメクソ白ぶどうって書いてて、なんかもう白ぶどうみたいな味がしますよみたいな感じのニュアンスの日本酒だったりとか、これでしょ、ビクトル投げからの膝十字固め。これは、これはちょっと、ロシアのある格闘家のちょっと、まあ、モチーフにしたやつで、ここの蔵元がもともとプロ、レスリングやってて、それで、得意技がビクトル投げからの膝十字固めって言うんで、で、そのまま商品名にしたっていう、ちょっと意味わからんやつだけど、これもめっちゃ美味しいんですよ。うん。なんか、これはちょっと濁ってるっていうか、ちょっと檻が入ってて、濁ってるのが特徴で、こうあった方がやっぱ米の旨味が結構強い。はい、タイプです。クラフトビールは飲んだことあります？なんか、例えば、まあ、なんか、うん、あんま覚えてない。例えば、ちょっとこれ、赤いの分かります？これ、郵便ポストっていうビールで、名前のビールで、徳島の上勝町で作ってるビールなんですけど、これめちゃくちゃ赤いビールで、これは ラズベリーがめっちゃ入ってるビールで、酸っぱいビールだったりとか、これとかだったらめっちゃアメリカンな感じ。で、ここはアメリカを意識して500の缶でしか出してなかったりとか。でも日本人にとったら500ってちょっと多いような気もする、ね。はい。これもフルーツが入ってるんですけど、これ濁ってるの分かりますか、はい、ものすごい濁ってるの。これスムージーサワーエールって言って、入ってるのがオレンジピューレと、あと酒粕、カシスピューレ、カモミール、ホップ。もうドロドロの、なんてほんまスムージーみたいな。感じで。あと、これにアイス入れるときも、バニラアイス入れて、こう、ドロドロにする場合もあるし、みたいな感じ。あと、やっぱ、ジャケ買いなんか、そう、ジャケットでこう選ぶって感じやね。どっちかっていうと。みんな、こう、すごいキャッチーやし、かわいいね。はい、女の人なんかめっちゃ買って帰る人もいるし、ね、こう、ラベルだけ剥がして、こう、コレクションしてる人とかもいるし、そう。あと、こう、上だけくり抜いて、中に土入れて、花入れてる人とかもおるし、なんかそういう、そう、怖いでしょ。なんかこういう使い方もありますね。で、まあ、あとはほんまにわかりやすく、なんかこういう、ヨーグルトのお酒とか、リンゴとかマンゴーとか、こういうのはもう甘くてすごい美味しい。あ、チューハイではないけど、ちょっと果物をたくさん入れたやつもあります。で、あ、これだとね、8度とか6度とかなんで、うん。そう、だからまあ、1対1でソーダ割りしたらだいたいほろ酔いぐらいかな、みたいな。はい。感じで、ソーダ割りとか水割り。それでも酔うんじゃないですか。それでも酔います。まあ、この辺は海外のビール、ね。多分この辺は世界で一番売れてる。これはスコットランドのビールだったりとか。こっちデンマークとか、ノルウェーとか。そう、なんかジャケットだけで、これ東京で作ってるやつですけど、桃めっちゃ入れたりとか。桃のビールはなんかすごい人気で。そう。うん、なんか面白いっすよね。一応ここで量り売りができるんですけど、これ生ビールを繋いでて、これめっちゃでっかい冷蔵庫なんですけど、中覗いてみてもらったら分かる。こういう風に樽が冷えてあって、冷やしてあって、で、もうここから直接ビールが出るっていう仕組みですね。で、まあここからビールを出してみますと。寒いです。寒いでしょ？ここがだいたい2度。入れたことあります？入れたことはないです。あ、ないです。一回入れてみましょう。入れてみましょう。まず、これを手前にやるともビールが出ます。はい、で、こうやって戻ります、はい。奥に押すと泡だけが出てきます。っていう感じです。ちょっと一回やりますね。
ちょっとグラスはこうやるよりか斜めにした方が泡が安定するんで、泡が出てないの分かりますか、ね、はい。こうやっていって、で、一回止めます。で、奥に押します。で、泡だけ出てくるっていう。で、こういう感じです。はい。はい、ちょっと一回やってみてください。あ、いけてる、いけてますね。いけてます。で、適当に、オッケーです。真ん中ぐらいにまで持ってきて、そういう感じで。で、奥に押し込む。はい、オッケーです。ええ感じっすね。いい感じっすね。はい、ええ感じっす。感じ。で、ちょっと落ち着いてくるので、はい、そしたらもう、ビールができる。大体こんな感じです。これは居酒屋の人毎日やってます。これはクラフトビールなんで、ちょっと香りだけ嗅いでみます？ちょっとこう、グレープフルーツみたいな。あ、めっちゃなんか。全然、普通のビールと、普通のビールって言うとあれですけども、後で説明はしますけど、全然違うでしょ。なんか飲めそうな気がします。そうそうでしょ。後でちょろっと飲んでください。はい。一応量り売りもやってますって感じ。これはペットボトルに入れて、はい、皆さん持って帰ったりとか。そうです。ペットボトルに入れたりとか、あとグラウラーっていう容器があって、炭酸の抜けないこうやつがあるんですけど、あれで皆さん持って帰ったりとかしますね。だからチャリンコで来てこれだけバーって入れて持って帰る人もおるし、あこういうグラウラーがあって、あこれ狂った酒屋って書いてる。あうちのことですね。はい。これ。はい。クレイジーリカーショップって書いてある。って感じで。で、まあこれを上に上げると、まあこれで真空になるんで、まあまあガスが止まりますよ。36時間ぐらいはずっと冷たいままで、あったかいやつも結構ずっとあったかいかなって感じで。これ、なんか普段はコーヒー入れとるけど、なんか土日の時は入れに来るみたいな感じの人もおりますし。です。はい。ありがとうございます。大体こんな感じです。はい。どれが一番飲みたいですか？ビールっす。ビールすごい、いろいろあって甘いやつみたいですね。いろいろなんか見た目いろいろありすぎて絶対迷います。こういうイメージだった。ああ、ザオ酒ビール、まあ、日本で売ってるやつね、はい、要はこういうのとか全然逆にビールっぽくないじゃん。これなんか買いたくなりますよね。ああ、そういうことか。ああ、ジャケットでね、ジャケ買いね。さっき言ってましたね、ジャケ買いが。こういうのとか全然わかんないですよね。秘密ビールだもんね。秘密なビール、秘密なことで、秘密なことして、秘密なビールなんでそれも喋るのも秘密。これカット、これカットよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お酒飲めそう。お酒飲めそうっす。いけそう。気がしてきました。気がしてきました。ちなみに、そのいつからお酒飲んでないですか？全然飲んでない。全然飲んでない。覚えてないぐらい飲んで。覚えてないぐらい飲んでないですけど、はい、でも今日のやつも飲みやすいんで、はい、はい、ちょっとずつ飲んでみてください。はい、多分好きになると思います。はい、ビールもいっぱい種類があって、ラベルがキャッチ見えますかね。こっちから見ても。だからビールってまあ原料が麦なんで、まあ、麦を粉砕して糖化って言って水を入れてこう液状化させて糖を作り出すっていう。で発酵、酵母、人工的な酵母を入れてインディアンペールエールとかペールエールとかブロンドエールとかなんちゃらエールっていうものがで、まあ歴史といえばエール系のビールのが古いんですけど。まあ、この発酵の温度とか発酵の期間っていうのはこう、まあ、大体大まかなので、まあ、ランビックって言われる種類のビールがあるんですけど、リンゴっぽいんですよね。リンゴっぽい感じの味で開けていきますね。飲める人はちょっとちっちゃいですけど、おかわりは大丈夫なんでこれが郵便ポストっていう、これ上勝町のビールで、赤いの分かります？めちゃめちゃ赤い。まずこれが一つ、はい、あ、もう飲めるだけで、はい、飲めるだけで、はい、いただきます。こうやって書くんですね、名前。郵便ポストっていう、それで郵便ポスト。ちょっともこれ、ラズベリーめっちゃ入ってて、あ、ラズベリーあ、めっちゃ飲みやすい。そうでしょ、ビールっぽくない。ビールっぽくないんですよ。で、これ赤色もラズベリーつけてて、これが一応フルーツサワーエールって酸っぱいビール、酸っぱいエールのフルーツのビール。これは徳島の、動物園の近くセカンドストーリーエルワークス。
このビールはね、僕大好きなんですけど、そんなの一気にします。ゆっくりで大丈夫です。こんな感じで。これは結構トロピカルな感じなんですけど、これはフルーツも何も入ってないです。唯一入ってるのがスダチの果汁だけ。スダチがちょろっとだけ。しかもこれ家の庭で採れたスダチ果汁なんです。何ですか。スダチです。次黒ビール。何が違うんですか、味的に。味的に苦いと。黒ビールの方がちょっとこうこってりしとるというか、ちょっとなんかチョコレートっぽいんですよ。あ、そうなんですか。うん、飲んだことないですね。黒ビールを、はい、確かに言ってたもんね。ビールをほとんど飲まない。ああ、なるほど。これはウッドチップを入れてます。木で香り付けしてる。だ香り嗅いでもらったら、はい。はい。木っすね。木っすね。木っすね。めっちゃうまい。これめちゃくちゃうまいです。飲みやすい。これいろんな本にこのビールいつも載ってるんで。カラフルな。かわいいですね。かわいいでしょ。はい。これもジャケットがかわいい。秘密ビールって三重のビールなんですけど、金柑とローズマリーとか入れて。回しましょうか。あ、いけ、あ、すいません。回してもらいます。はい、お願いします。めっちゃ飲ませてる。はい、よろしく、後ろお願いします。発作と金柑とローズマリー。ジュースみたいな。うん、もう、うん、あ、すごい飲みやすいですね。あ、めっちゃ飲みやすい。よかった、よかった。だからビールの概念変わってくる。はい。うん、最後ゆずのラガービールで。これが多分一番馴染みのあるラガービールってやつで、はい、これラガーなんですけど柚子入れてあるんですよ。カカオで作ってます。店員さん、店員さんで。はい、柚子っていうよりかは、でも柚子の柚子、これすごい、うん、あ、する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 。温度帯変わってきたらまた変わってくるんで。クラフトビールのメーカーさん、まあ、徳島三社、こういうとこだったら、これは神山で作ってるビールですね。これは畑町、動物園の近くですね。で、これ神勝ビール。で、これは三重の秘密ビール。最近秘密ビールはめちゃくちゃ人気があります。大丈夫ですか。なんで一気に。どんどん。静岡市のビールです。ウエストコーストブリューイング。ここ、なんかホテル泊まれるんですよ。部屋の中に。タブが除雪してあって10リッター飲めるみたいな。ペールエールって一番オーソドックスなスタイルで、イギリスのスタイルのビールです。はい、すいません。ホテルがすごいんですよ。美味しい。うまいですか。はい、美味しいです。こんだけでももういい、ね、同じエール系のビールでも全然色が違うとか、あと黒ビールとか、黒ビールにこう気を入れるっていう発想あんまりないんで、なんか温めて飲む人も多いですね。チョコ感出して飲んだりとか、絶対グラスに注いで美味しいように設計されてるんで、グラスで飲んだ方が絶対美味しいです。缶で飲むも美味しいんですけど、絶対グラスに注いで飲んだ方がいいです。というわけで、どれが一番ちょっと選べないですね。一回一通りちょっとずつ。めっちゃ真剣に酔っちゃうよ、うん、酔っちゃいますよこれ。これっすかね。ああ、なるほど。一番これがサワエルが一番美味しい神勝徳島のビールです。ありがとうございます。ここからもうビールが出るんですけど、さっきちょっと練習したんで渡井さんに入れてもらいます。はい。あ、結構いいんじゃないですか。あ、いい感じじゃないですか。いい感じですね。ちょうどいい感じで泡になりました。もう一杯。そうです、スノーモンキーアイティー。うまいね。いや、めっちゃいい感じ。店員できますね。できます。できます。あ、ちょっとこれ泡多くないですか。いきます。このもんすか。はい、大丈夫です。はい、水も飲むと。で、アルコール入れたら同じだけ水飲むっていうのが必須なんで、そうするともうベロベロになっちゃうんで。水飲んでください。大丈夫ですか。水飲んで。行けますか。行けます。大丈夫です。はい、大丈夫です。まだ大丈夫。まだ大丈夫です。寄ってからが長い。
しましょう。はい、あ、持ってきます。あ、はい、はい、日本酒、日本酒飲んだことありますか？ほとんどないです。ほとんどない。覚えてないです。覚えてないけど飲んだこと、まあ、さっきアルコールいつ飲んだかも覚えてないです、はい、っていうぐらいでも飲んでない。バナナっぽい香りがする酒って感じします？いや、なんかあんまりそんな、そんな感じではない。そんなしないですね。そんなしないですか？で、生なんで加熱処理してないので、いわゆるちょっとフレッシュさとフレッシュな感じ、わかります？とがあるから。裏里酒造って茨城のこれね、ちょっとあ、置いてください、すいません。最近でも関東方面ではめっちゃバチバチに来てるお酒なんで、飲めそうだったら後でおかわりしてください。で、次、静岡のお酒飲んでいきます。ここも最近すごく人気で、はい、これは、アルコールを添加してます。本醸造って言われるタイプです。静岡ってこの鑑評会でも結構入賞率が高いところで、すごい面白い作品がいっぱいある。また全然違う。全然違います。なんか酒って感じ。僕酒な感じ。酒な感じだね。醸造アルコール入れてこうなんか酒味とこう整えてる。あ、お酒です。美味しいですね。確か美味しいっす。美味しい、うん、美味しい、うん、軽い、飲みやすい。萩錦近いですか？あ、これもでもさっきビール作ってたところの近くです。するが、はい、次ね、レモンサワーみたいな。一応純米大吟醸なんですけど、それを歌ってない。食前酒みたいな。あ、そう、これ麹がものすごい。日本酒ほぼ初めて、静岡ってめっちゃ酒どころなんですけど。そうなんですか？そうです。知らなかったです。そうです。実はすごい酒蔵さんいっぱいたくさん。そうやっぱり若い人が最近作ってるので、新しいこういう白ワインみたいなタイプとか、日本酒って辛口っていうイメージは結構こうなくなるかなっていう。甘いやつも意外と美味しい。日本酒どうですか？飲めそうです。飲めそうですね。飲めそう。ちょっと好きかわかんないですけど。スダチ酒とかどうですか？あ、スダチ酒ね、最近それこそ話題に上がってましたけど、飲んだんですけど、いまいちでしたか？酔いました。飲みやすいですよね。飲みやすいんで。そうですよね。というわけで、いろいろ日本酒飲んでくるんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも何飲んですか？水。水かオレンジジュースか。水かオレンジジュース。めっちゃ痩せてないですか？痩せました。顔がちっちゃくなって、親にも言われたんですけど、冷やせば冷やすほど香りを感じなく、香りとアルコール感を感じなくなるので、辛く感じます。すっきり飲みたいときは冷やす。で、今日はちょっと疲れたから甘みが欲しいなと思ったら、ちょっと常温に戻すっていう感じですよ。だったら甘みが出てくるので、日本酒。はい、いいですか？いやいや、大丈夫。お疲れ様です。いいですか？はい、いいですか？ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。お願いします。めちゃめちゃ嬉しかった。ありがとうございます。お酒の概念変わりました。変わりました。ありがとうございます。はい、美味しかった。美味しかった。ただ美味しかった。また飲みたいですかね。また飲みたい。帰ってきたら飲みたくなりますね。食べたら。向こうでちょっと。ぜひ皆さん買いに来てください。お願いします。ありがとうございます。